はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画496回目は2014年頃から発売していた、これもね、複写と同時期に発売していたバイスクルライダーバッグターコイズです。こちらの方は下を見てみると2020年になっているので、ここら辺りから出なくなってきているというか、生産されていない感じなのか、ただ日本にこう入ってきてないだけかもしれないですね。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルライダーバッグのターコイズです。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がザ・ユナイテッドステイツプレインカードカンパニー、上面はポーカーで、通常のクロージャーシール黒ですね。でターコイズのライダーバッグ、下面はバーコード 2020USPCC のアーランガー KY 製でリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。中は真っ白、おそらく複写と同時期に発表されたカラーなので、内容は同じ組み合わせかな、同じ組み合わせですね。ただこちらの方が複写とターコイズの組み合わせになってますね。で単色のダブルバッグ、では表面いきます。これと同じですね。ブランクフェイスが1枚あって、ジョーカーが白黒1枚になってます。で放置マーコードなしで、あと中身は通常のライダーバッグで、特に変わり映えはないみたいですね。でハートのエース、2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は両面柔らかい仕様です。反りの方は、それなりぐらいですね。パッと取れますね。ではファルを入れてみます。入っていかないのでフェース側からいきます。セット入るのでモダンカット仕様です。この辺もフクシアと全く同じ品質みたいですね。2020と1年後の表記にはなってるんですが、2019年のフクシアの方と同じ品質みたいですね。はい、バイスクルライダーバッグターコイズを開封しました。前回のね、複写と同時期発売ということで、年号は2019と2020と違っていても、中身の品質、厚みもほぼ同じですね。ほぼというか完全に同じですね。ではジャンル分けします。2019年のスタンダードと同じ厚みなので、普通モダンカット賞の高品質、特に USPCC 製でいうことはないです。バイスクルライダーバッグターコイズでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。